はい、コーヒー焼きます。今日はグアテマラをシティローストで焼いていきたいと思います。今回の焙煎はかなり甘みとコクが引き出せたので、動画はノーカットでいきますので、ぜひ動画を流しながら一緒に焙煎してみてください。コンロの違いや鍋の違いなどで火力は変わってくるんですけど、動画の豆の色と実際の豆の色を比較して、そこは適宜調整していただけるとありがたいです。一応全体の流れとしては、最初ごく弱火で8分、次に少し火を強めて1ハゼまで、1ハゼが収まるまでは火を弱めて、1ハゼが収まったらまた少し火を強めて2ハゼまで持っていくといった感じですね。だんだん鍋蓋に水分がついてきてます。皆さんどうでしょうか？水分は出ていますか？それではしばらく振り続けていきます。さあ4分が経ちました。まだ豆は色づいてない状態ですね。もしここで色づいてるようなら火力が強すぎるので弱めてください。Thank you.
はい、6分が経ちました。まだまだ豆は色づいていません。もし色づいているなら火力を弱めましょう。さあ、8分が経ちました。ここで今火力を強めています。豆の色も少しずつ色がつき始めました。
さあ徐々に煙が出てきています。煙が出てくるともうすぐ市ハゼが来るので、慎重に音と色に注意しながら焙煎していきましょう。さあちょっとソーロー豆が鳴ってますが、はい、パチパチと鳴っている音が市ハゼです。市ハゼが来たら火を弱めて振った後に蓋の開け閉めをしていきます。かなり煙が出るので換気扇は強めに回しましょう。この蓋の開け閉めは市ハゼが落ち着くまで続けます。さあ市ハゼも落ち着いてきましたかね。ここで火を少し強めます。この時の火の強さは市ハゼ前の火力より少し弱いくらいを狙います。ここからは焙煎の進む速度がかなり速くなってくるので、しっかり見た目音に注意しながら焙煎をしてください。
ちょっと聞こえづらいですが、今ニハゼのジッとした音が鳴りました。今回の狙いはシティローストなので、ニハゼが来たぐらいのところで焙煎を止めます。豆の色もかなりいい感じですね。さあ、ニハゼが鳴ってますが、もう少し粘ってます。はい、ここで火を止めました。19分34秒で焙煎を止めました。この熱いまま放置しておくと、これから焙煎が進んでしまうので、しっかりと冷却をしていきます。ちょっと画面外になってしまって申し訳ないんですが、チャフが飛んでしまうので、あえて床にチャフを飛ばして、後で掃除機で吸い取るという方法をとっています。さあ、皆さんうまく焼けたでしょうか。はじめは誰でも失敗してしまうものなので、3、4回繰り返せば必ずうまくできると思います。コーヒーを自分で焙煎すると、自分の好みの味にコーヒーを作っていくことができるので、コーヒーライフがさらに楽しくなるんではないのかなと思います。皆さんぜひ自家焙煎やってみてください。ではまた。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは最近コーヒーにハマった私の普段の感じを垂れ流していこうと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。